伊豆大図鑑。はい、はい、ということで今日も始まりました、はいはい、ブロンズ像から出たんですけれども、はいはい、静岡県は伊豆半島のど真ん中、はい、多京駅から徒歩 2,3 分にあります1号ステーションからの収録でございます。はい、はい、ということでお話はこの方です。はい、伊豆学研究会の橋本です。はい、川沢です。よろしくお願いします。はい、さあ、いきなりこのブロンズ像から出たんですけど、はい、このブロンズ像のね、はい、絵柄は僕実を言うと、うん、あちらこちらで見てるんですよ。でしょ、伊豆半島なんで、はいはい、これは伊豆を代表する彫刻家の作品なんですからね。はい、まあ、僕はまあ西伊豆問いなんですけど、はい、問いの恋人岬にもありますよね。はい、ありますね。はいはい、それから問い TOI のこれをくるっと反対して ITO 伊東にもあるんですよね。そういうふうな発想はなかったんですか。はい、だからあの伊豆半島を皆さん思い浮かべていただいてね、うん、あのこの合同イベントのいちごの房みたいな、はい、いちごじゃねえやぶどうの房みたいになっての両端にあるんですよね。これあの、伊東の渚公園、はいはい、それからあとマリンタウンの、うん、あの堤防の取っ手の一番先の方まで行ったらあるんですよね。そうですね。はい、で今日はこのお話なんですけれども、はい、ね、はい、あの前々回に、はい、そのブドウ、ね、うん、今伊豆半島ブドウの房みたいに言ったんですけど、はい、ブドウのブドウ酒のちょっとお話もしたんですけれども、はい、その時にちらっと出た、はい、うん、東日本大震災の復興の話をね、はい、まだ復興できてないっていう話をちょっとさせてもらいましたね。はいはい、でこのブロンズ像を作ってくれた人、はい、この人は重岡健二先生というですね、はい、あの木彫も金工も何でもやる方なんですけども、はい、彫刻家の方、重岡先生ですね。はいはい、でこの方がですね、実は飯舘村という福島県の、はい、村がありまして、そこの村長さんが実は伊東に来て、でその彫刻を見た、さっきのね、はい、私の、渚公園、渚公園、はいはい、でこの彫刻家また健在かな、うん、っていう話をして、はい、で探し当てて、でこの人だ、この人に飯舘村の復興の記念の、シンボルになるようなものを作ってもらおう、うん、はい、っていうふうにしてですね、わざわざ重岡先生のお宅を訪ねて行って、うん、そしてこれが出来上がったと。なるほど。ということですね。はい、で、これが寄贈されたのが、うん、平成29年の3月31日、そうですね、ということで書いてありましたね。はい、飯舘村方を祈願した、はいはい、ということで、ここにですね、うん、こうハートがね、はい、男性と女性、はい、そして真ん中には多分、ね、はい、お子さん、はい、なんか男の子っぽいイメージですけど、そうですね、うん、あって、はい、真ん中にハートがあるということですね。はい、そうですね、ちょっと、まあ、年齢のこと言っちゃいけないかもしれないけど、うん、もう高齢なんですが、まだまだ活躍していただけるかなと、はい、思ってるんですね。はいはい、で私たち実は新岡先生と、うん、まあ、いろんな意味でちょっと交流があり、はい、あのこの伊豆学研究会にね、まあ、お願いをして、あの公募展やったりする時の審査委員長とかもね、はいはいはい、お願いをしたりしてる、うんうん、関係があってですね、はい、それで、まあ、これも、うん、一体本当は外に出さないものだろうと思うんだけども、うん、いただいてきたと。なるほど。はい、ということで、はい、まあ、伊豆半島の発展、うん、それから飯舘村の復興、はいはい、両方を兼ね備えた、うん、思いをがこもったこのブロンズ像でございます。そうですね。ね、はい、うん、ね、素敵な絵柄だね。はい、まあ、私たちね、伊豆半島にはあの知らないっていうか、まだまだね、あのわからない人材、皆さんがご存じない人材たくさんいらっしゃると思いますね。はいはい、うん、で私たちがこうやってですね、もっともっと紹介をして外に出したいなというふうに思っているんですね。うん、ただ芸術家はまだいかないんですけれども、実はあの伊豆の職人ということでですね、はいはい、今シリーズでですね、うん、あの作って、もう15回かな、はい、あの地元の新聞社で連載をさせてもらってるんですね。はい、で、まあ、そういうものを含めていろんな方をですね、こう外へ出していきたいなっていうふうに思ってるところなんですね。うんうん、はい、ね、もうその伊豆半島の隠れた、うん、隠れてないんですけど、
偉人の一人、はい、橋本孝之でございます、はい、直筆私がどっかに乗るってことはまずないでしょうけどね。あ、そうですか。いやでもいろいろでもね、あのものによってはこう、うん、テレビとかも出演されたりとか、うん、そうですね、うん、野菜売ってるおじさんだったり、ね、はい、あのいちごステーション野菜も売ってますからね。あの野菜の話でね、ちょっと飛んじゃうかもしれないですが、はいはいはい、私たちはまあこうやって人をいっぱいつなげていきたいなっていう中でですね、うん、まあ、本当にあのこういう有名な方ばっかりじゃなくて、もう皆さんがこうつながる場所としていちごステーションを作ってるわけですね、はいはい、でまあ、それと同時にまあいろんなところでということで、例えばですね、松崎に私はいちご伊豆の国市で採れたトマトを運んでいくんですよ、はいはい、そうするとあの松崎の人たちがですね、その運んでったトマトをあの待ってるんですね、うん、でトマトが来たって言ってですね、もうすぐネットワークで広がるんですよ、はい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 、でそれとか私の車を見てですね、あのトマト運んできたとか言ってですねトマトのおじさんが呼ばれてたりそうなんですよ。でもそこでトマトを買いに来て、でネットワークを作ってくるわけですね、うん、でそこで一緒にお茶飲んで帰るんですね、はい、うん、そうするとそこの今その旧与田邸というところを使うんですが、うん、そこのところに人が集まってくるわけですね、うん、で人と人が交流できる、うん、特にこの寒い時期はみんなこたつの中で丸くなってるわけですよ、うんうんうん、それなのにトマトが来たっていうだけで来てくれるわけですね、はいはい、まあ、そういうふうにしていろんな人がこうつながっていって伊豆半島の全体が元気になっていくっていうかね、うん、そういう場所を作りたいなと思ってるんですね、はい、今拠点はですね、うん、この、静岡県のこの真ん中を走ってる三島から修善寺へ走る、うん、ごめんなさい、伊豆箱根鉄道の真ん中、田京駅から徒歩 1,2 分、はい、で、この田京の次の駅、はい、大人の駅前にも、はい、町助という拠点があります、はい、そうですね、はい、それから今お話が出た松崎の、うん、まあ、旧与田邸という、はい、伊豆半島で2番目に古い、うん、建物の旧与田邸のある松崎にも一つのまた別な形の拠点もあったりするんですね、はい、うん、そんなことでですね、まあ、あのいろんな人をつなぎ、またそこで新しい文化ができていくといいなと、はい、いうふうに思ってるんです、ね、はい、このね、いちごステーションまちづけのこの伊豆学研究会、うん、もう横のネットワークを広げるだけじゃなくて、うん、歴史という、うん、時間軸の縦のものも、はい、ずっと深めていって、うん、この、深めたものをまた現代に持ってきたりとか、そうですね、ね、前回お話した、うん、味噌漬け台、うん、はい、伊豆を知的に楽しむサイト、うん、いきなり宣伝が入ってますね伊豆を知的に楽しむサイトをご覧になっていただくと、うん、味噌漬け台購入できますので、うん、あ、旧与田邸のこともね、そう話させてもらった、はいはい、ということになっておりますので、はい、今日はですね、はい、福島県の飯舘村に、うん、はい、の、復興を祈願したという、うん、はい、伊豆半島でおなじみのこの絵柄の、うん、はい、ブロンズ像のお話をさせていただきました、はい、はい、ということで今日の伊豆大図鑑はここまで、はい、です。